はい、皆さんこんにちは、チェでございます。太鼓さんね、吉綱さんでやっていきましょう。さあ来ましたよと、売却ね、伊藤屋さんを切ろうという感じですが、あれ山本もこんな安かったっけ。でブドウ18巻ね、ブドウも結構バーけるんでね。で蕎麦11巻ね、で広域銀行ね、あ紙16巻木材、あ漆がいいね。紙も悪かないんだけど、漆を優先で持ちましょう。でまだ持てる。あもういっぱいか、ちょうどいっぱいだね。でしょうか、これはこれは、御用商人から外、あこれか、あ外しましょう。トレイ本日のトレイは我が畑山家の下回んない畑山家の御用商人から外す、もう大義であったと。なんと若田衆どもはお役に立てませんか、のとも神様お考えなら仕方ありませんねと。あごめんなさいね、本当ね、もう話すことはありません。これやばくなったのかな。どうなんだろうこれ。なんか上がってるねトレイさん。ちょっと怒られちゃったかな、後でお金配りに行こうよ。さあじゃあもうね甲府に戻って、あそあちょっと待ってね、甲府に、まあとりあえず甲府に戻りましょう、忘れないうちに。おあおぼ虎正さん、山形さんのお兄さんでいいのかな、ねえほら山形さんの山県さんの実刑ねえ。はい、そうかね。来ましたよと、御用商人に。坂田屋、坂田屋を我が畑山家の御用商人として召し抱えたいのだがと。これは願ってもない話でございます。これのあなたの天下取りの。やっとか。やっと二度目が終わった。頼むよ、本当に。これで二度目の影響はなくなるはず。本当、坂田屋ね。困ったもんだわ、坂田屋。だから、開始して早々に御用商人 3つするのはちょっと間違いだね。二度目を食らったところからご用商人にしていくという。お金配ってね。そういう感じだね。さあもう、こうなったら今度は駿府城でヘッドハンティングです。はい、武家宅ね。さあ、私のまたヘッドハンティング人生が始まりますよ。渡辺さん。あ、不在だね。水野さん。はい、贈り物しちゃいましょう。僕ね。もう大盤振る舞いだよ。いやいや、そんなのあげない。はい、大盤振る舞いね。おお、これはと。ああもうマックスでしょ、引き抜きしちゃいましょう。ああダメか、ここは多分すごいんだよね、今川家は。いや、せっかく来たからね、殴っていこっか。やっぱりね、義理がたい人が多いと。やっぱ大きいところの人は義理がたい人が多いのかな。いやちっこいところを狙っていくかと思うと、ちっこいところだと効率悪いんですよね、人少ないから。これでも来ないかい。来ないね。では次行きましょう。本田さん、贈り物ね、書物。この意外に見た目とは裏腹に書物が好きなんだよね。はい、引き抜き行きましょう。あー硬いね。では次どんどん行きましょうね。うわー今度全然上がってないや。はい、贈り物ね、書物。3じゃダメなのか、読んでいこうかな。義経記どう。あマックスになったね。引き抜き行きましょう。あーダメか。あナイトさんダメだ、帰ろう。ナイトさんダメなんですよ。鳥居さんね、贈り物、書物ね。この人も硬い人なのかな。はい、引き抜きいきましょう。ああ硬いな。ああダメか。酒井さん今度引き抜けないかい。あと一発殴るか。いや結構人数増えてきたでしょ。いい感じになるんじゃないのと思ってんですけどね。で、鳥居さん、はい、あらあなただっけ。引き抜きましょう。あこの人違うね、鳥居さんはこ、あ酒井さんだ。はい引き抜き。
ああ硬いな。で、こうりきさん、あなたはね、お茶にし、あ、いや、お車で行こっか。多分つかないと思うんですけど、僕に。ね、つかないでしょ。あ、2か、あ、でも2あるか。引き抜きしましょうか。あ、引き抜きじゃない。殴っときましょう。さあ、よし、懐に入れそうですね、と。もう1対1なら負ける気しませんもんね。さあ、あ、1日になっちゃった。なってないね。光力さんか。ここは硬いな。大久保さんもダメでしょ、これだったらね。贈り物プーね。はい、鉄砲で引き抜き。あれ、間違えて襲撃しそうで怖いんですよね。うわ、ここ硬いわ、ほんと。あー、この大久保さん、贈り物武具ね。やっぱ今側から抜くのはちょっと厳しいね。うん、今側抜けないや。あ、和正さんもいるんだね、ここに。贈り物何番トライ、はい。もうあと、あ、全然上がってないや。引き抜きだ、できるかな。無理でしょうね。おお、誰まさのぶさんのところに来ちゃった。あ、なんとと。贈り物ね。書物を好むんだね。連打にもやっぱりね、連打はやりすぎてダメですね。連打しすぎちゃうとね、あ、引き抜きやってみましょうか。うん、どこ、あ、本田正信さんのとこ行ったんだね。天野さん、あ、この人か。書物ね。この人もダメなんだろうな。引き抜きしてみましょう。うん、ちょっと殴るのめんどくさくなってきちゃったね。半蔵さん、あなたはお茶にしましょうか。あ、びっくりした、危ない危ない。お、喜んでくれましたね。うわ、ほんとさ、一気に3ついったわ。お茶好きなんだな、この人。ダメだね。さあ、じゃあここを終わらせまして、北条無理かな。はい、ゆっくりしよう。はい、武家宅寄りましょう。あー、高節斎さんダメだろう。清水さんもダメと思うんだけどね。お茶しましょうか。あ、喜んでくれないからダメだね。じゃあ次、為さんいなくて、あ、北条さんはダメだね。ね、うん、そら北条の名前がついてたらダメだと思いますよ。書物ね。織田家、織田家を敵に回したくないんだけどね。でも言っとくべきか。最寄りの近所のところは引き抜きはやめておいて、あ、でも神保家なんかもうボロボロにしちゃってもいいのかもわかんないけども、でも外交関係成り立ってっからね、もったいないなっていう気もするんで。はい、こちらね。あなた無理でしょう。うん、もう小田原家、北条家は諦めた方がいいね。ってなると、こうなるとね、武田家強いな。武田上杉はめちゃくちゃ強いね。上杉と同盟結ぼうか。ちょっとお金に余裕がね、できそうなので。あと斎藤家、そうだね。あ、これ居城だけど、ちょっと武田家怖いのよね。あんまり近くの人と争わない方がいいか。織田家、織田家もこの後ノブリに出てきて来るのかなと思うと怖いね。まあでもちょっと帰りましょうか。もう20日経ってるでしょ、あれやってっから、内政ね。どういうルートで帰ろうかな。あ、小諸の町から帰ろうか。で、居城じゃなくて、直轄だね。直轄は寄っても仕方がないので。あら、逃げてくんないね。
ほいと。結構避けられるのよね。こうしときましょうか。避けられまくりだね。避けられるのにも程があるね。はい、天使使いましょう。分身使ってみたいんだけどね、体力なくなるからね。おお、生き残る一人。やっぱ族の頭は生き残るんだね。あそこは引っかかってもいいんですけどね、突っ込んでてくれるからね、勝手にね。よし、あ、ビームとか撃てる？撃てないかな。あ、撃てるね。あ、違うね、撃てないね。この親分すごくやるね。もうすごく、はい、すごく罵ってきますね。おい、小粒金を手に入れました。さあ、お、山形さんだね、山健さんだね。山健さんはもういいでしょう。紙22巻 OK です。で、漆17巻 OK だね。で、な、蕎麦ぐらいしかなかったのかな、ここは。うん、蕎麦だね。で、よし、うん。で、民家ね。で、宿屋ありますよね。あ、どうしよう、ね、あ、伊藤さんにお金落としてあげようと思ったんだけどね、ちょっとやめときましょう。砥石城居城ね、真田さんの居城どこに行くかなと。あ、結構合ってんだね、真田さん。あら、信綱さん。ああ、おお、麒麟が牽制と。あらら、あなた、じゃあお茶にしましょう。あらら、喜んでくんないのね。はい、あなたはお茶にしましょうか。ん、喜んでくれましたね。さあ、ね、じゃあね、武将の噂。はい、兄上でございますか。え、兄上、兄上、あなた真田さんなのね。信綱でございますか。そうでございます。あやつはこれといったら主義の話になってんだね。あ、主義の話ではなくて、じゃあ手合わせしてちょっとあげましょうか。はい、じゃあ寄っていきましょう、どんどんね。はい、はい、決まりました。はい、おお、もう見事と上がった。あ、上がんなかったね。ということは、うん、ヤマケンさん、お茶しましょうか。お、えらい喜んでくれましたね。お、ヤマケンさんの方が上じゃない。この人戦ったら勝てる気あんましないので、やめときましょうか。ぜっ、あ、さ、武田の下の人は裏切らないわね。あ、そう思ったら上杉さんの下の人って裏切りまくるんだよね。うん、でも上杉さん的に回したくないね、すぐ隣だから。うん、武将の技聞きましょう。はい、頼綱さんもですかと。はい、あ、好み教えてくれたね。殿でございますか。はい、若殿で、あ、若殿、あー、そっか、私そんな人をやっつけちゃったんだね、襲撃しちゃったんだね。はい、秋山殿でございますかと。あー、皆さんのお好みは聞けましたよと。じゃあ、あ、山健さんだ。あ、ごめんなさい、山健さんの好み知らないんだ。じゃあ秋山さん、おお、貴殿が牽制と。贈り物しちゃいましょうか。武具ね、鉄砲まだあったかな。おお、これは素晴らしいと。山健さんの噂教えてくんない。あれ、あ、これか。ああ、いたって温厚なのね。山健さんめちゃくちゃ激しい印象があるんですけど、そうなのね。
ヤマケンさんの好み教えてくんないわ。真田さん、贈り物しましょうか。いや、この人ね、ちょっとね、いろいろね、してあげたい。えらいことしたんでね、前回ね。はい、人物情報。あ、1.5 まで上がったね。武将の噂ね。あんまり近寄りたくないんですね、正直、この人に。前の太鼓さんの件があるからね。はい、はい。ああ、いたって温厚って言っちゃったね。矢沢さん、贈り物。武具ね。そういえば、あなた武具だったのかな。はい、お鉄砲ね。で、武将の噂。山健さん、教えてください。あ、武具を好むね。で、あげてない人は、あ、山健さんか。山健さんね。武具ね。この人絶対来ないわ。あ、腹巻きね。絶対来ないわ。ね、絶対来ない。まあ、来ないから魅力あるんだろうけどね。さあ、梅津城は直轄、飯山城も直轄、春日城ね。ああ、そうだ、せっかくだからまた戦うんだね。あ、いい時間になっちゃった。はい、あ、かっこいい。もう真正面からいきますよ。あ、切りかかられちゃった。分身使ってみようか。3体をね、作るね。あ、でも思ったより減らない。3体の、あ、2体のものはすごく減ったと思うんですけどね、分身が、あの体力が。お、なんかいろいろやってくれるわ。じゃあ私は傷薬でもして、あとはもうぼーっと見ときましょうか。あ、誰にするか、私にね。みんな火使うんですけど。お、古神なんだい。お、すごい無我。おう、なんね、無我ってな。これはこれで楽しいや。これはこれで楽しいね、無我。羅刹、あ、やられちゃったね。おお、逃がさんって、ああ、天使買うの、すげえ。これも強いね。あれ、もうあの下にね、似たあの技の廉価版みたいなのがあるんですけど、それは2体しか出てこないんですけど、体力も減るしね、体力も量産減ったような気がします。それとあの技使わなかったような気がする。さすが8使う技だね。さあ、じゃあ、そこの村泊まれと。おう、畠山殿ではござらんか。いや、もうね、まず贈り物しよっか。ああ、価値5か。お茶だね。でもダメなんだよね、お茶ね。ね。じゃあ、外交しましょう。外交しましょう。親善。同盟なんか無理だろうからね。従属要望。はい、親善しましょう。はい、深みたい。いくら渡しましょう。1万渡しましょう。1万1貫。ね。はい。おお、畠山家のお気持ち、確かにいただきましたと。さあ、どんなもんかな、今。あ、上杉家減ったね。このままでいきたいもんですね。私、神保家とはね、役場ないんで、これもう永遠、永続的に同盟なんだね。あ、このゲームは基本的に同盟永続的になるのかな。あ、私勘違いしてるわ。そうだそうだ、戦国李氏連と勘違いしてます、すみません。戦国李氏連はね、あの同盟は期限があるんですよ。非常に短い期限なんですけど、1年ぐらいかな、最長で。で、しかもね、歴史上の同盟はね、無期限なんですよ。そういうのがあるんですよね。だから、織田家と浅井家は、婚姻関係があるでしょ。だから、初めからね、なんかね、もうそういう無期限の同盟になってましたね。じゃあ次はね、まあ、おべっかも使って、あと、直江津で買い物だね。
あなた、あなた知ってるけど、わかんない。中条富士助さん。はい。ザでね。はい、売却。あ、いや、投資しない。あ、投資もいずれ考えないといけないんだね。はい、そば11巻。あ、でもほっといてもね、勝手に街の規模でかくなっているんでね。ほっといても、まあしばらくはね、まだまだ先ですよ、投資なんかするのはね。あ、イワシか。3巻だったら買っちゃおっか。ごめんなさい、ちょっと直江津。お、山本寺さんじゃなくて、家。宿屋、いませんでしたか？あ、いるね。あ、夏さん。あ、もういいわ、ここは。100あるし、体力ね。魚津城、やめときましょうか。富山。あ、富山やめとこっか。輪島行こうか。ここ久しぶりな気がするんで。あ、めちゃめちゃいい時間になっちゃったわ。ごめんなさい。うわぁ、イワシはいい。めちゃくちゃ長い時間になっちゃってんね。じゃあね、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。